はい、皆さんこんにちは。今日は iPad の動画編集ソフトとしてとっても有名な LumaFusion というソフトをお話しします。もうたくさんのインフルエンサーさんがこのソフトの解説というのはたくさんしておられますので、それをお話ししてもあまり皆さんのプラスにはならないと思いますので、今日は僕はオーディオ機能、これについてお話をしたいと思います。実は先日まで iPad の動画ソフトということで、最近力をつけてきている Wayro というソフトを試していたんです。そして一応課金する準備もしたんですが、もう明日から課金という1日前でキャンセルをしました。なぜならそのソフトで編集をしていたんですけれども、少しホワイトノイズというか環境音ですね。それがザーという感じで音が鳴っていたので、それを消したいと思いました。その機能がないので、イコライザーの機能を使って少し低減しようと思って操作をしたんです。最初だんだん重くなってきてですね、全体の10分ぐらいの解説を作り終わった頃には、もう再生すら音飛びがしてうまくできませんでした。まあでもなんとか仕上がったので、それを書き出ししようとしましたら、なんと10%ぐらいのところで必ず止まるんですね。これはもう使い物にならないというふうに思いまして、急遽明日から課金が始まるという時にキャンセルをさせていただきました。全体の操作性やカット編集、これをするのには今日お話ししようとしているルマフュージョンよりもとっても便利なんです。どうしてもですね、書き出しすらできないということはイコール使えないということになりますので、ルマフュージョンを早速買ったんです。その買った理由というか、いろいろ今までも研究をしていたんですけれども、今回ノイズを取りたい、そういう機能があるかなというのを調べてたら、なんと iPad 用の DAW、いわゆる音楽制作ソフトで使うプラグインというのが全部使えることが分かったんです。そしてさらにですね、ルマフュージョンの機能の中で雑音をなくするソフトというのがあることも分かったんです。でも今日はあっちもこっちもお話をするとややこしくなりますので、 DAW のプラグインが使えて音が自由に操作できるという部分をお話ししたいと思います。またこれを機会にルマフュージョンに対してのソフトに関心がある方はチャンネル登録なんかをしていただくとありがたく思います。では早速やっていきましょう。今、僕の仲間のミーさんという人が、今日新たに作ったサンタクロースの歌というのを使わせていただこうと思います。左の上側にあるのが、それを SD カードから読み込んだものです。これをタイムラインに入れるのは簡単です。この絵をダブルタップするだけでタイムラインに入ります。そしてスクロールは簡単です。iPad の操作性をそのまま活かしてですね、ヒンチといってこう挟み込むようにしてですね、全体を見ました。全体はこんな感じです。一度先頭だけでも聞いてみましょはい。こんな感じの軽快なとってもいい音楽です。その AI で作りましたが、ちょっと余談になるんですが、僕がやっています Facebook グループで AI 作曲を使って曲を作っているクリエイターさんを集めて、自分の YouTube チャンネルでは
なかなか流行りにくいのを YouTube 攻略ということで、いろいろ勉強をしながら、僕の YouTube チャンネルは今1万1000人強いますので、そのチャンネルを活かして、ご自分のチャンネルでも発表していくけれども、僕のチャンネルでも紹介をして、そのクリエイターさんのチャンネルなんかを概要欄でリンクをしたりして盛り上げるというような、そんなグループを作って音楽発信をしています。そんな中で僕は得意の GPTs を作るというのができますので、また別の動画でも見ていただいたらいいと思うんですけれども、最近はチャット GPT でメロディーを開発したり、コード進行を考えてメロディーとバッチリ合うような、そんなGPT 作曲というのに力を入れています。なかなか音楽の初心者の方はコード進行とか言ってもというようなことが分かっていませんので、音楽の基礎がある人にとっては C メジャーのコードなんかを並べるぐらいは簡単なことだと思うんですけれども、なかなか楽器の演奏もしない人にとってはコード進行というのは難しいので、チャット GPT でコード進行を出したり、メロディーを出したりしますが、今回はまたさらに一つアップデートをしてですね、ミーさんはこのブラックフライデーセールというので、メロディーソース2というメロディーをいろいろ提案してくれる AI プラグインを購入したので、今回のメロディーはメロディーソース2を利用して作ったようです。そこからドラムなんかをちょっと足したりして出来上がったモチーフを素の AI にアップロードしてそこから作ったのがこの曲ということなんです。とっても軽快でいい音楽ができたと思います。そして本題に戻りますが、このルマフュージョンを気に入ったのは僕は仕事が音楽ですのでやっぱり音というのは重要なんですね。今再生すると左にメーターが出ますよね。こういうことも大事ですし、メーターは各トラックでこんな風に下の方のボタンを押すとですね、音量メーターが出るようになっています。ちょっともう一度再生をしてみましょう。そうすることによって音量がとっても把握しやすいということです。そして今トラックに入れてある動画をですね、音と分離することができます。下の方の2つ目のアイコンですね。これを押すとこのように映像と音を分離することができます。はい。下のオーディオのクリップをダブルクリックするとこのような画面になります。ここで最初にはこの構成とかいうのがあっていろいろ設定ができたり、ゲイン、いわゆる音のボリュームのようなものですね。これインプットのゲインをここで調整したり、そしてパンですね。左右のどちらにウェイトを置くかなんかを調整したり、そして簡単なイコライダー、こういうのがあるんです。これをですね、さらに良くするために今日お話の本題であるプラグインというのがここで使えます。ちょっとわかりやすいように拡大してお見せします。このようにコンセントの絵のようなものがあります。これをクリックすると自分の持っている AUV3 という iPad などの音楽用プラグインの形式のものはこのように選択することができるんです。最初はこれは入っていません。購入したからといってここに入るわけではなく、下の方にこのようなコンセントのプラスマークがあります。これをするとこんな風に2列になりまして、右側がまだ入れてないプラグインです。拡大表示を元に戻しました。ここで一番上にはドーテックさんの D-POP Max というマイダーといって音圧を上げるためのソフトウェアがあります。これをこのようにしてこちらに持ってくれば
追加ができるようになっています。じゃあ、これで見てみましょう。追加できたかですね。下にドーテックのマスタリングソフトが入りました。じゃあ、これをちょっと入れてみましょう。クリックすると、このような画面が下に出てきます。そして、ちょっと大きくしておきましょう。通常のソフトというのは、スロットマシンのようにレバーがついてるんですが、これはダイヤルです。再生しながら、このダイヤルを上げていきましょう。はい、今音圧が上がったと思います。ここでピークはマイナス 0.1 に収まるようになっていますが、もう少し下げてみましょう。マイナス1ぐらいにしてみました。これで聞いてみましょう。迫力が全然違いますね。はい、これで D ポップ MAX が入りました。じゃあ、わかりやすいイコライザー、これを入れてみましょう。 Pro Q3 というのがイコライザーです。これを入れて、これを上に上げます。右の3本ラインを上げると、はい、このように順番を入れ替えれます。 D ポップ MAX はマスタリングソフトですので、一番最後にする方がいいと思います。さらに良くするんであれば、ここにリミッターというのを入れればいいと思うんです。リミッターというのはこれのことです。はい、L2 というのですね。じゃあまずは Pro Q3 のイコライザー。これをやってみましょう。ちょっと高音の方で上げてみましょう。高音にこういうイコライザーポイントをつけました。これで上げたり下げたりしてみますので、聞いてみましょう。はい、イコライザーのポイントはいろんな形に変えることができます。右クリックをするとこんなのが出てきまして、ここでイコライザーの形を変えることができます。例えばセルピングというのであれば、このようにするとだんだんもう下がっていく、もしくはだんだん上がっていくというような、こういうイコライザーカーブを描くことができるんです。さらにこれにはダイナミック EQ というのを設定できます。メイクダイナミックというのを選択すると、ここでダイナミックのイコライダーを設定することができます。これは音が入ってきた時に、ある一定以上強い音が入ってきたら、さらに抑えるとかいうようなことができるんです。ちょっとここ、ピヨピヨ動きますので、よーく見ててください。こんなように本格的なイコライダーをかけることができるようになっています。そしてリミッターも確認してみましょう。はい、リミッターをちょっと大きくします。はい、この
Pro L2 というリミッターはとってもよくできていて、流れによってどんだけ音を抑えたりしているかというのがよくわかります。再生してみます。はい、こんな風にどこまで押さえているかというのがよくわかるんですね。ちょっと先頭にもう一度戻してみます。はい、鳴らしながらやってみますね。はい、こんなように迫力のあるサウンドメイクを動画編集ソフトのルマフュージョンだけでできるということです。音楽に興味があってよりいいミュージックビデオを作りたい人はこういう選択肢もいいんではないかなと思います。例えばパブフィルターのいろんなプラグインシリーズをこれと同じだけ買ったら10万円を多分超えると思います。でも全部で10個ぐらいのプラグインが1万8000円で買えるというほとんど機能は PC 版と同じなのに激安のプラグインが使えるということになります。それだけを考えても特に iPad の M1、M2 のチップ、もしくは今最新でしたら M4 ですね、そんなチップを持つ iPad を持っていればですね、 iPad で編集をするというのも一つだと思います。ぜひルマフュージョンのプラグイン機能を上手に使っていいミュージックビデオを作りましょう。では今日もご視聴ありがとうございました。またノイズ取りの話なんかは次の機会にさせていただきますので、よかったらチャンネル登録などしていただけるととっても励みになります。ではまたねー。